今日使いたくなる面白アイテムをご紹介、サクッとレビュー。持ち運ぶのにも良い感じの大きさの箱に入ってました。現在は白一色だそうですが、今後は色が選べるようになるそうです。ドローン本体、おや、バッテリーが本体に搭載されていませんね。マニュアルやスペアパーツも見当たりません。まさか別売りなのでしょうか。箱の下側に付属品が入っていました。マニュアルです。こちらは中国語のマニュアルのみです。アプリで操縦する BNF セットですし、多分操作方法や取り扱い方法はアプリ側でも参照できると思います。専用バッテリー、パロ、某メーカーのマイクロサイズドローンと非常に構成が似ています。類似品にご注意ください。サイズや形状が微妙に違います。予備のプロペラ、 DJI らしい形状をしていると思います。このあたりは何かメーカー側での法則があるのかもしれませんね。プロペラを取り外すための道具も入ってます。最初 Android で運用しようと目論んでいたのですが、私の手持ちでは FPV 映像が来ませんでしたので iPhone で運用することにしました。専用バッテリーはワンタッチで装着できて良いですね。本体の横に電源ボタンがあります。こちらを押すことで本体が起動します。バッテリーが足りないのか起動しませんでしたので、これから充電を行います。充電は本体にバッテリーを装着した状態でマイクロ USB ケーブルにて充電を行います。充電中は本体フロント部の LED が点滅します。充電が終わりますと点滅から点灯になります。 iPhone で FPV が映るかを確認した時のものです。動画も写真もアプリ内に一旦録画される形です。 SD カードスロットは見当たらず、スマホへの伝送映像のみのようです。iPhone で画面収録した映像です。手順としては本体を起動し、スマホの Wi-Fi の接続先をテローへ、アプリを起動してリンクを確立します。このエラーコードは本体が水平に設置されていない場合に出るようです。画面左上のテイクオフボタンをタップ、確認画面をスライスして離陸させます。さすがは DJI のセンサー技術、室内ですとビタホバです。室内が暗いので注意を促されます。バーチャルスティックによる操縦は私は苦手なのですが、このコントロール方法はフライプロ以下と同様で、画面の左右の任意の場所をタップ&スライスすることで操縦できますので、操作するたびに手元を見る必要がなく、正直私はホッとしています。ではランディングさせてみましょう。画面左上のボタンを押すと地面への着陸か手のひらへの着陸かを聞いてきます。無事手のひらへの着陸に成功しました。運よく晴れましたので、屋外でのフライトテストを始めたいと思います。バッチリ。
しょうがない。納得せざるを得ないのは、SD カードへのコマ落ちのない録画です。Wi-Fi FPV は電波状況に大きく左右されますので、今回のフライトでも時折コマ落ちを確認しています。写真は SNS などでシェアするには十分なレベルだと思います。静止画の撮影は構図を決めてシャッターを切るわけですから、画面を確認している間に動いてしまうような性能では意味がありません。テロのビタホバはちょっとしたセルフィーには十分使えるレベルだと思います。今回はプロモーションにあったようなゴーグル装着での操縦は検証しませんでした。多分あの映像と同じような行動はできないと思います。視野角の狭さ、伝送の遅延、乗り越えるべき課題は山積みです。レーシングドローンの流行によってどうすべきかは誰もが知っているはずなところなのに、メーカーとユーザーの価値配分の温度差をちらしめられます。それでは猫と遊ぶのもこの辺にして着陸させたいと思います。アスファルト面への着陸は何かとリスクもありますし、地上で待ち構えている猫の格好の餌食にもなりそうなので、今回もハンドキャッチです。テローはまさに初心者にうってつけのドローンだと思います。 FPV も含め Wi-Fi によるものなのでリモート距離はかなり少ないと思いますが、ドローンの何たるやを知る、体験する上では非常に優れたモデルでしょう。ご視聴ありがとうございました。